前やってたビオトープの種からの育苗作戦とやってたんですけど、はっきり言って失敗しました。ラララ青い空と海と森たちの歌、自然豊かな場所、泣き人にあるくがにくがに。こちらをご覧ください。こちら育苗ですね。種から育てて、でそこから大きくなるかなと思ったんですけど、全然大きくなりませんでした。これ種から出てきた芽たちです。ほら、全然大きくならない。もう半年ぐらい経ってるんですけど、全然大きくなりませんでした。まあやり方が良くなかったとは思うんですけど、ただちょっと手間がかかりすぎるので、株分け株分けの方が効率がいいんじゃないかなという結果になりました。ビオトープゾーン、ご覧ください。めちゃくちゃもしゃもしゃに育ってます。どこですか？雑草が。どこですか？これですね。パイプ通ってるんで。これ全部ビオトープゾーンなんですけど、もうすごいことになってますね。これが全部クレソンだったらいいって思います。なんで失敗したかというと、水漏れがなくなっちゃったんですよ。なんでもう川の掃除したんで、こっちの水位が低くなっちゃって、でまあちょっとこっちの水漏れがなくなってしまったという感じですけど、まあその分ね、ここの青空イケスの方に水が行ってるんで、まあ、こっちはもう見捨ててまあどうにかね、なんかポンプで水吸い上げるのやり方はあるんですけど、今はちょっとこっちはねお休みして青空イケスの方で、うまくできてるので、そっちで頑張っております。あとですね、こちらスッポンの養殖イケスなんですが、こっちのスッポンを大きくなったら半分に分けるんですよ。そのために綺麗にしたイケスでして、まあ、夏ここの整備をしている時に暑いので、この黒の遮光ネットを張ったままなんですけど、ここがね結構面白い場所にクレソンが生えてまして、ここから川の水がこうちょろ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 出てるんですけど、ここに生えてますね、綺麗なクレソン。ここからさらにで、こうねちょろちょろと小川みたいになってるんですよ、真ん中に向かって。あ、そこいっぱい生えてるな。ここなんかねいい感じに自然とこう川みたいなのができて、あれ？こんなとこにも生えてる、しかもめっちゃ綺麗、不思議ですね。なんか静岡の佐藤農園さんみたいになってますね。土手に生えてるクレソンみたいな、水がサラサラ流れてるわけじゃないけどクレソンが綺麗に育ってる。まあ他の場所と状況が違うのは、やっぱこの遮光ネットで 70% ぐらい遮光されてるので、ちょっと日光が足りないと思うんですよ。多分あの子たちも大きくはなってるけど、結構時間がかかって大きくなってると思うんですよね。なんであんまりこれ以上太くはならないんじゃないかなと。ここは面白いですね。ちょっと収穫しないでこのまま放置しておきましょう。まあ今はちょっとこう株分け作業ですね。基本的にはこれでどんどん苗を増やしていっております。まあ、クガニにこうね、クレソンの苗を送ってくれるよっていう方がいたら非常に助かります。今は、かなり苗がない、全然ない状況なのでありがたいです。県外からもすごく嬉しいです。そういうお声掛けをいただいたら、お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、クガニのクレソンの状況でございました。君とみんなおいでよ、くがに。